ごめん、同級会には行けません。今、シンガポールにいます。この国を南北に縦断するかて、おい、何言ってんだ？ここ思いっきり日本じゃねえか。バカ、心は思いっきりシンガポールなのよ。は、なんでだよ。シンガポールには、あの人がいるんだからね。ま、そのうちわかるから、見ててよ。は、はぁ、てかどんなデッキか知らんけど、めっちゃ S 引いてんな。アシュナリー、ゼルエル、マックス、神タンデッキか。ふっふっ、そうだろうね。相手はベルゼリーダーノもデッキっぽいな。相手もいきなり、S ゴマのラドラを出してきたな。そしてここで、さらに S のクローレンを引いていく。いきなり4枚も S 引けてんじゃねえか。ここは速攻よ。ゼルエルとアンヘルのコンボで火力出していく。アシュナリーの召喚のおかげでゼルエル最大倍率。さらにアンヘルコンボでいいダメージだな。さあ、相手さんどう来るかな。ベルゼブブはまだ打てないはず。ブラジェとか、アズリエルとか来たら嫌だな。あ、罠ゴマか、なるほどね。でもそこまで問題ない。さあ、そろそろこの辺で。京極サンダー。おお、今話題の京極誠だな。そう、今回は京極サンデッキ。京極さんのかっこよさを全力で引き出すメンツに、そのコマで入っているのだ。よし、ここは思い切って X 数値よ。マックスを E2 に配置。相手の罠、クリスマスピリキナータが発動。でもマックスのアタックはそこまで高くないから、問題なしね。それより問題は、この打ち方だと F3 に当てられて、右上の角を取られることだな。大丈夫、その場合ベルゼブブの発動遅れるし、何よりこっちには、京極さんがいる。いくら京極さんでも、相手の HP まだたっぷり残ってるじゃねえか。大丈夫、神駒たちが全力でサポートするからね。ここで、F4 にクローレンを配置するよ。うわぁ、神の S ゴマ4連だ。クローレンは、1ターン後に手ゴマのアタックを 1.4 倍にしてくれる。さらにコンボスキルで、通常攻撃の1倍の特殊ダメージ。スキルとコンボスキルがうまく噛み合ってるな。そしてクローレンのコンボルートは確定。よし、手ゴマロックを打たれなければ問題ない。正月アズで角を取られたが、ゼルエルとクローレンのダブルコンボ同線ができた。そしてクローレンのバフも効くから、今こそ京極さん、魂の一撃を見せる時だ。さあ、その子もデッキから応援してるぞ。いけ、京極さん。大切な人を守るんだ。スイー、神 S ゴマの全力サポートがあったとはいえこの火力。そう、京極さんのスキルは、盤面に自分のマゴマさえなければ使えるのだ。しかもこの発動条件は、その子と全く同じだよ。その子のコンボスキルも京極さんと相性がいいな。さすが、お似合いの二人だぜ。さて、相手はエンデガで火力出してきたけどもう遅いわね。京極さんの重い一発を食らったのだから。さらに京極さんのコンボスキルが使えるから。こっちもアタッカーのエンデガと合わせることで、早くもチェックメイトよ。どうだ、これが空手400戦無敗の男。京極誠だ。調子が狂った。今日は見逃してやる。はい、というわけでいかがだったかな。京極さん、めちゃくちゃかっこよかったな。あーやばい。負けそう。負けそうだよ。もう京極さんしかいない。でも、そのことの絆が残っている。さあ京極さん、男を見せろ。うおー、そのことコンボだー。あ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。